遊んでる風で。どうした？めっちゃ悪いと思う。てってれー、腹筋でした。声出演いけるよ。あ、おもちゃにちょっと待って、何でしたっけ、捨てる、片付けしてないとすぐ捨てるよ。あ、おかしい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 、これ、ぐちゃぐちゃって遊んでる風で。どうした？カニ、頑張ろうよ。気分悪い？いいの？大丈夫？え、待って、どうした？忘れちゃった。一言でいいよ。もう捨てるよ。もう捨てるよって。あ、じゃあリピーターターミーいくよ。リピーターターミーいくよ。じゃあリピーターターミンになれてる。頑張ろう。 OK、 いきます。ベーラも捨てるよ。ベーラも捨てるよ。なんで？片付けなさい。片付けなさい。すぐ片付けるから。もう捨てるからね。もう捨てるからね。やだ。片付けないと捨てるよ。片付けないと捨てるよ。はーい、いきます。えいよ、リピーターターミナル、肩を抜いちゃう。リピーターターミ。次、どうします？次、あれあれっていう、そのあれっていうことが一生出てこない。一緒にやろうぜ。やろうぜ、やろうぜ。こう、後ろ向けて。これって何だったっけ？待って、わからん。お母さん、ちょっとわかる？あれじゃん、あれ。あれあれあれ。どれ？あれあれあれ。誰？あれだってば。あれって何？あれやん。どれや？あれあれあれ。わからない。お母さんわかんないの？あれじゃん。あれって何？あれって言ったらあれだよ。あれって何？ありがとうございます。全然通じなかった自分。次はこれ欲しいみたいなの言ったら、人は人をうちうちって言われた。ああ、ねえだと。せい、いく？よそはよそ。あ、よそはよそ。じゃあ、うち。
行ってらっしゃい。よそよそ、うちうち。よそよそ。よそよそ。大丈夫かしら。大丈夫か。歌ってない、大丈夫かな。体調悪いかな。体調悪いかな。てってれー。復帰でした。イエーイ。なんか私何もしてないから大丈夫です。ごめんなさい。全然大丈夫よ。今、トロッとしたのが、シリがすごい失礼な態度を取ったら、先輩は。そういうことね。そう。心配するのかみたいな。そう、めっちゃ優しすぎて、心配しちゃうし、心配しちゃうかなって言って、見たくないとか言ったのに、2人ともなんかめっちゃ優しくて、え、仕掛け人みたいなね。一応私も仕掛け人。え、仕掛け人なの？待って待って、僕やって、何も待ってないよ。私なんか、ええみたいな感じだったんですけど、なんか普通に優しくて、2人が体調悪いかなと思って、それとあるあるが嫌いなのかなとか、あとちょっとお母さんの喧嘩そうかなとか、わかるかも。この企画だけやりたくないなら、他の企画を目指せばいいかみたいな感じだった。優しかったですね。全然全然待って、気にしないでね、全然。ドッキリやった。ドッキリでした。成功して、あ、じゃあこれお母さんのグダグダはちょっと出すんですね。スキーの方ですね。スキーの方で、あ、ぜひ見てください。紹介したのがあったらね、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。スキーとあるあるの方どっちも見てください。どっちも見てください。はい、ということでセリちゃんにインタビューをしていきたいと思います。感想をどうぞ。感想なんか申し訳なさすぎて、ちゃんとっていうか、もっと仕掛けたかったなって、なんか曖昧な感じがしてたから、ちょっと後悔してます。いやでもなんか、ちょっとうるうるしてるところが本当だなみたいな。で、うんうん、すごい演技がすごかった。もうあるあるの演技とか大活躍だね。大活躍。プレッシャーが。あるあるも見てください。はい。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。